オフ・ウィズ・ユア・ヘッド。なんじゃこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫を連れ込んではならない。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。俺様は猫でもね。こんな首はすぐに燃やして。あれ炎が出ねえんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。何？俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても、君みたいなペットこっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法、絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを。え、あなたのじゃない？そうでしたっけ。うん。では学園外に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。誰かお願いします。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対絶対大魔法師になってやるんだぞ。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん？そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ？もしかして誰も式のこと伝えてないのか？そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアってまさかあのマレウス・ドラコニア。この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。やはりもしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい。ディアソムニア寮の者はわしについてくるがいい。あやつ拗ねていなければよいが。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ扉の中、強く故郷のことを念じて。さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度。闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え？この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない、無である。何ですって？そんなことありえない。ああもう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなたどこの国から来たんです？聞いたことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。